えー、おはようございますダンジョンクロールストーンスープ日本語での解説のお時間がやってまいりましたやってまいりましょう <laughs> タコくんでやってたんだな行 <laughs> くぞよしアステリオンやべえモンスターだな ポーションオブヘイストラ <laughs> ンドオブディグニング <laughs> おっクソないなおい大丈夫か、ね、えー、っとねボルトオブファイアぶっ放してみるよし、ッオッケーいい振る舞いでしたね完璧だと思います さあこのここ守りやすいですよね。ここを縦に戦うわという感じでメガストラクチャーを縦にして戦うわという感じで行ってまいりましょう。食い物何個ある ?9 個いいですね。よろしいでしょう。サラマンダよりずっと早い。おいいうわあクサキュウリがいる。いいですね。 さあおおリンゴちゃんがいますよ。おお草木より2号神だな、この階層は。はっきり言って。そして、あのー、お気づき、前回見た通り、ここにお店がありますので。食べ物屋さんがあると神なんだが、えー、一応このハンドクロスボウ使わないとは思いますが、持っておく。よし。 下盛りながら戦ってくださいバックしながら戦ってああモンスターの,あの群れがいますねオッケー。よしううくそボカン奥目もなく爆破のワンドを使っていってくださいランダムエフェクトで倒せないか よし混乱したぞあってやれあだめだこいつあれだ炎が効かねえんだあ間違って混乱打っちゃった <laughs> 焦ってます、えー、前のプレイの前のプレイ死んだ時のプレイのイスケンデルスミスティックブラストの位置で打ってしまった、えーまあ、何を言ってるかというと前のプレイの時イスケンデルスミスティックブラストがね H の位置になったんだよ あちょっと G、G の位置になったんだよ。それでコンフューズ打っちまった。うーん。まあ、これ、もう一回あれだな。ランダムヘクト打って、うわ、透明になっちまった。うりよくねえわ、これ、ここ、えー。ポーションオブマジックを。あー、ちょっと待って、いや、もったいねえな。えっ、ー、とね、3の杖振フルは。ここは直線上にいるので、大丈夫だと思います。通り 距離つかむためにアイスブラスト打ってます死んだかな死んだっぽいねアイスブラスト倒すわこんなとこでケチってもいけないんだけどあ到着したなしたらスキャッターショット倒す加速じゃなかった ダメだ今回はランダムエフェクトの出目がかなり悪かったですね。余裕のある時以外使わない方がいい。ランダムエフェクトはもう捨ててもいいかもしれない。こういうものがあるから邪念を催してランダムエフェクト使いてとかって思って今みたいな先輩方に怒られるプレイをしてしまう。 いいなローブオブレジスタンスとか俺も装備してよタコなんとかお前ローブぐらいを装備できんのかと何度もタコに懇願しておるがダメだそうですあちょよくかわしたなよしとうーやべえブロックでされるんだな縦でそういうこともあるんだなどうしようかな ここだ。ドンイグニッションを使いました。向こうから来てんな。こいつはコンフューズで散らす。うん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 うう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 い。さあ、おっかいくぞ。冷静にな。ここまで来たら。 さすがにちょっと死ねないぞいいパターンで降りてこられてるから さっきの連中はこのあたりにいいんじゃねえか。いって倒したんだな。 休憩地点発見。うさあお店3点セットありますので楽しみにしていきましょう金は十分にあるうっうっうっ指輪ショップが2つありますまずはマジックショップいきましょうマジックワンドショップ発動のこういうのが出るんですよねあのー、この中で言うとちょっと高いんですけどワンド・オブ・ディグニングは買っておいてもいいかもしれませんあとねあのー、アイスブラストだな買うとしたら ただね、あとはね、これ高えな、この店。ディグニング1回120円だつどういうレンタル料だよ、これって。レンタル料っていうか、使用料だよ。エンスラブメントも序盤使うんですけど、さまあまこのぐらいになると、全体攻撃で一気に、バン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 倒しちゃった方が早いので、今は。安いんだけどね、あの、アイスブラストとエンスラブメントはかなり安い部類なので。あーんっていう感じですが。まあまあいいでしょう。お楽しみは指輪ショップだな。行くぞ。1店舗目。ほい。ほわー。 したことない店だったこっち行くぞう,っうっうおーこれは今何そうしたっけリジェネレーションかこれは買うわバイタリティこれは買う これを装備すると。えー、今、リジェネレーションのリングを装備してたんだが、純粋に上位互換ですな。いいでしょう。なんか、いい、まあ、いいの出たわ。1個でもいいの出たからいいんだ。金も十分にあったからな。買えました。 タコくんの不安な体力、不安な防御面を解消してくれることでしょう。多少はな。こうやって下がりながら戦っていってください。少しでも敵の距離とを詰めさせないようにする。2発目以降を撃つために。こうやってオーブってさ、あまあ、うう当たるときもあれば、 当たんない時もあんだ、ね、ファイアボール打った方がいいんだなきっとそうしたら縦で防がれちゃうんだね縦の装備縦を帯びているナーガには注意ということだ次のお店は2200円ですね アイスブラストぐらいは買っておくかな。ディグニングが高くて買う気が正直、お金が命の,のプレイだから、結構お金もちゃんと考えていかなきゃダメ。なんでも金があるから買えばいいっていう感じじゃないんでね。増えたり減ったりするのが頻繁になるプレイなので、いつものプレイと違うので、それで能力にも関わってくるので、回転できる、できないとかに関わってきますので。 まあちょっっととアイススブラストぐらい買っとくこれ別に普段だったらあのディグニングは買うと思うけどちょっと今回は考えさせられるさてあとは敵の本丸なんですがどうしましょうまあまあ愚直に打っていくしかないわなかわしやがったで上り階段意識しましょうそれだったらこっちに来るよりかはあれだなこっちに逃げてきちゃったけど お金は後回しな。たくさんモンスターがいるから。あ、でもまあ引っ張ってきてこれだけやれればいいだろう。こっちに逃げながらピンチになったらこの階段から逃げる感じのイメージで戦っていきましょう。そういう風に考えると、あこうだな。こう来て、こうだわ。こうだわ。その方が、あの、視界を広く使って戦えますのでお。ローブのアーティファクト。装備できません。 お、バナナがありますね。いいですね。飛んでった。バナナ。後ろモンスターいる気がするので、イグニッシュをぶっぱなすと、ボーンって言って。きた来た来たきた。いくぞ。とかな。 殺しきるぞよしじゃあこれで一旦逃げると、あのー、こんな戦い方でいきましょう今モンスター来てないからこれでいけると思うのであのピンチ囲まれてたらこっち側のさらに深い階段こっちとかねから降りていってやってそれで退治していくとポジショニング系ですからダンジョンクロールストーンスープこの辺りを意識してしっかり戦っていきましょう テレポートされました。こういう時は、落ち着いてテレポーテーションを読んでやると、大丈夫です。ただ、テレポーテーションの巻物が若干少ないのが不安ですよ。これ、いつも、ここだと35枚とかなってることも少なくないんですが。っやっぱり、多少、かわしじゃがった。漏れてきますね。モンスターたちが。MP が不安なので、一旦戻って、 飯食っときましょうほんにゃろイスケンデルス・ミスティック・ブラスト打ってきやがって俺の技だぞドガン大量にモンスターが固まっていたらイグニッションそうじゃなかったらオーボブ,ブ・ディストラクションぶち込んでますもっと弱い技でもいい,のいいんじゃないですかって思うかもしれませんがイスケンデルス・ミスティック・ブラストを打ってってる 確実に倒そう方法でいってますああ、この密集度はいいですね。これはイグニッション使います。ドガン。イグニッションもイスケンデルンスミスティックブラストも距離無制限なのがいいですよね。遠間から敵に当てることができると。当たんねえな。下手くそだな。さすラスト。最後っぺんじゃ。よし、なんとかなった。 あー来てます、ね、ジュングリンにこうやって倒してってやりましょうあ。こういう時に、あの、あれだ。イグニッションで。画面内、ね、全体攻撃。なんかさっき倒しそびれたような気がするんだが、まあいいでしょう。ここもうまく、ここ来てるんだ、多分。ボーンとイグニッションでぶつけてやってください。で、こういう時が、大丈夫かな。 イグニッシュ、あ、じゃ、イスケンデルンスミスティックじゃない、オーブ・オブ・ディストラクションは、ふらふらとターン経過で飛んでいくから、あの、弓扱いに対しては速攻で倒すことができなくて、何ターンか耐えなきゃダメなんだな。その耐えるための体力、厳しいんですけれども、アーマークラス1ですから、厳しいんですが、あの、バイタリティのアミュレットもゲットしましたので、そこのお店で、まあ、なんとか対応できているという感じです。 さっき倒しそびれたやつも倒せました。いいですね。金がどんどん溜まってきます。こいつだな。よしと、ああ、うまくいきましたね。こいつらも、あのー、ちょっと頭悪いところがあって、最初から遠距離の武器を装備していればいいものを、あの武器を持ち帰るワンターンを消費してくれるんですよね。ありがたいです。で、今密集してたので、倒したかな。後ろに来てる気がするんだよな。いっとくわ。ボコンって,言って。あ、これ来てねえわ。 ダメだ逃げまーす。よっと。MP 回復して、おい。ここお腹減りますけど、ね、いた方ないことはご確認いただけるかと思います。お金をしっかり貯めて、えー、まあ、これはまたフードショップ出したって買わないです。今、フードショップ1店舗出てますから、そっちで対応していく。買い物すると。 このあとですね宝物庫に潜ったりデプスに潜ったりする中であのー、この今回のプレイでいうと殲滅の魔法書が欲しいんですが出るでしょうかあのー、このあと炎のファイアストーム あれグラ、グラグッシュでもいいんだけど、まあ、このプレイで言うと、ファイアーストームだな。ファイアーしか鍛えてねえんだもんな。出てる出てないもんね。あの、リングオブフレームスは出てるけど。ね。そのあたり覚えたいなと。まあ、スタッチュフォーム、もうちょっとなんとなく覚えそう覚えれそうな気がするんだけど。まあ、そのあたり。よくわかんないけど。乗りできます。出たら、 頑張って覚える。覚えるじゃん買う。買うじゃん。出たら覚えて唱える。おぞ物アーマー覚えてたんだな。う8。ああ、悪くないね。悪くないね。ただこれ、アイスの魔法と何で唱えてんのチャームスとアイスだもんな。全く覚えてねえや、そんなもん。スキルなしで唱えるっていう。スペキャだけの能力で唱えるっていう。 もうちょっと心持ち上げてやってもいいかもしれないね。アイスぐらいはね。どうせアイス使うからな。ああ、しかし、ジュはスペキはファイアマーこれ悪くないんだけどな。こんなに。ああ、いいじゃいいけど、ファイヤー、そうしたら威力の問題だな。これ、そしたら、これ止めてアイスマジックにするわ。ちょっと、あのー、グラシとかが出る可能性がなきにしもあらずなので、 まあ、グラッシ唱えれんだったグラッシュとなるし、いや、でも、ファイアストームかなだからよくわかんない。ただ、今は少なくとも、おぞくぶずアーマーをちょっと鍛えるためにアイスあげます。チャームスは、まあ、チャームスは、あげなくても、いいかなと思ってますけど。何デビルバッドゴーストで顔してきやがったやつ。よし。よし。こんな感じで、あの、遠距離にいるような感じの、 敵モンスター単体でオーブオーブディストラクション当ててってやればおおだいぶいったんじゃねえかいったやースさあ2個目ルーンゲットでございますさあ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 金金金金金金よしオッケーでしょうそしたらえー、2階層目にあ獣に戻ると次はいよいよ宝物庫でございますが お店ちょっと一応見とくかさっき見たけどまあいいのはないわなあーこのクラーレ買っとくか一応一応ないや石像を覚えてもいいよ石像を覚えての石像を覚えてのアンあスタッブスありかもしれませんアンアームドコンバット いやー、ダメだな。あの、エネルギー消費の問題もあるからな。いや、まずはこのスタッフ・オブ・エナジー・ダイリのこの魔法使いプレイで降りていく。えー、じゃあ一旦獣に行きましょう。これ、どっかにさ、ゴースト・ニューヨークの幻たちがいるんだよ倒せるこれなんだこれこの魔法書。わかんねえんだな。倒せんのか、こいつら。強いのかなちょっと見てみよう。 ああ結構強いね。え、ファイヤーの耐性はないなファイヤーの耐性はないなファイヤーの耐性はないな今、なぜかさ、今回、あんまりブリンキングも出てなくてさ、どうしようか。 いや、もうちょっと強い方を覚えたら、イグニッションでもいけイグニッション密集攻撃でいけると思うんだけど、別にこう、極めていいアイテムが、あ、食い物落ちてるからな。行ってみるか。行くぞ、そしたら。行きます。パカッ。ドン。いいね、もう一回行くぞ。ドン。あ、いい形で来てくれてね。よし。ファイボール。よし。ゴーストも倒せました。ゴーストだってお金になります。そして食べ物をゲットと。 ああ、いいっすね。トルネード出ました。え、リングと鑑定してみましょい。プラス3リングオブインテリジェンス。はいはい。悪くないけど。こうなってくるとさ、ウィザードリー抜いたとしても、この失敗率な。ああ、なるほどね。今、ウィザードリー抜いて7%とかね。7%って悪いようで悪くないようで。あれしかもこれちゃんとボルトオブファイヤー8本立ったな。 立ったたっっんだったらいやこれインンテリジェンスのせいかな今、ボルトオブファイア8本立ったなぁと思ったんですが、これインテリジェンスのせいかな。待ってね。うっあ、そうだな。そしたら、これインテリジェンス装備しとくか。失敗率よりもインテリジェンスだもんな。ウィザードリーよりもインテリジェンス重視でいってください。あと、この、こういう系のドアどっかなかった。 ああここはいいな、別に。無理していかなくていいから。おはぁここも、まあ、エルフ行く途中に行くぐらいか。あと、ここな。まあ、いいわ、いいわ、いい。ほいじゃあね、一旦、あのお、降りてないか、これ。あ、いいや、ここにちょうど、おぞく武装がいるから、ここに行って、アイテム回収しよう。 イグニッション。ぶち込んでるガン互いを互いに巻き込んで大ダメージになるはずです。いいっすね。そして魔法書。<laughs> ああ、はいはいはい。よいしょ、くいやー、よかったでしょ。そんな感じで、ちょっと今アイテムたくさんおり落ちてるけど。 マジカルパワーも取ったんだね、まあれマジカルパワー1個装備してるよね。はいはい、大丈夫ですね。こんな感じで、えー、ルーンを2個ゲットできました。えっと、前々から言ってます通り、えー、ルーンをここまで取れたんだったら、絶対クリアできますからね。<laughs> こんな弱い種族だけども、まだ、まだアーマークラスが都合によって位置で、もう意思まとわぬ姿で、 え <laughs> ダンジョン、タコくん、潜っております。かわいい。大丈夫かな、タコくん。裸です。裸一貫。男、タコくん、ダンジョンに素潜り。これしかないんです。足には。えー、ちょっとですね。えーっとね、何をしようとしたんだったかな。アイテム整理はまあいいんですが。あ、そうそう。えー、っとね、エンチャントアーマーをね、これかけましょう。 あのー、ここまで、炎の体勢1本、この珍しい防具です。ハイヤ体勢のバックラー。ここ珍しいのでた、かけちゃいます。何本までかけれるんだっけ ?3 つだっけ ?2 つだっけえー、プラス3ね。はいはい。じゃあもう1個かけましょう。うい。イエス。あい、いでしょう。じゃあこれで再び、えー、毒体勢も必要なので、これで降りていきましょう。体勢的には全く問題ないですね。この後、えー、リジェネレーションとか、もうちょっとかけていきたいんだが、 この辺り、いいリングがたくさん出ることを祈ってまいりましょう、えー。そんなところで、とりあえず今日はお開きといたします。失礼いたします。